現在私、日航機墜落事故の真相を解明するべく様々な検証を行っておりますが、大手民間航空会社で元機長を務められていた川原さんにお越しいただきました。パイロットとして操縦するときに、それが3分の1ほどしかない状況で操縦の安定っていうのを測るには非常な困難があると思います。それで旋回をしたりとかっていうのは非常に難しい。機能してない垂直尾翼ではきちっとあるものにと比較した場合に、操縦の段階でも雲泥の差があると。大月の部分で旋回をしておりますね、はい、その旋回するときに使えたもの、バックアップシステムボディギアを下ろすこととフラップの操作、これしかできないわけです。ハイドロプレッシャーがロスになってますんで、ほぼ打が効かない。通常に綺麗な 旋回して高度を落としていくっていうのは非常に困難っていうか、まずもって無理じゃないかな。横田基地は真っ先にですね、受け入れを決めてました。したがってその横田基地が着陸体制に入ってくるのを妨害したというのはありえないと思いますね。まあ、民間航空協定というので緊急避難的なことはきちっと受け入れるということが決まってますので、うん、航空法とかその滑走路法とかがあって、はいはい、進路妨害なんて障害物を感じるのもまずありえないと。そうですね。ではなぜ着陸できずにこちらへ向かったというふうに思いますか。一度はですね、やはり安定した相模湖付近からその横田へ向かったあたりはわりかし安定してたので、横田基地へのアプローチはトライしたと思います、うん、トライしようとしてたと思うんですね。だけど福生手前あたりで左右にやっぱりバンクする、フロイド運動やいろんなことがやっぱりきちっと収まらない、うん、きちっとした形で着陸ができるかどうかっていう判断を、うん、機長はそこでしたと思うんですね、うん、アプローチしながら機体の状況、コントロールの状況では、うん、やはり無理だと。横田付近の市街地、うん、あるいは横田基地の、まあ、滑走路上に、うん、墜落することも免れない。機体はもう着陸できるような状態、できるような状態ではなかったと思いますね。そこからこう、まあ、機体がこっちの方に行きますけれども、うん、その後山岳地エンジンパワーの調整と電動フラップを更新しながら山岳地帯へ入りますけれども、はい、そこでは高度が下がってますので、そこら辺ではもう山にとにかくその衝突をしないように、なんとかフラップの上げ下げ、それからエンジンパワーでの上昇したり急に降下したりしますから、まあ、失速するような時もあったと思うんですね、うん、そもそもエンジンパワーでここまで来たっていうふうに言われてますけれども、はいはい、エンジンパワーで旋回なんていうのは、エンジンパワーを使っての旋回っていうのは多少はできるかと思います。ただそれは後ろのやっぱり垂直尾翼がきちんとあっての話であって、うん、後ろの垂直尾翼がきちっとあればエンジンパワーを左右にある程度の差をつけてですね、うん、ある程度の旋回はできると思います。なるほど。ただ後ろの垂直尾翼がなくてエンジンパワーの差をつけすぎていては、もうこれもうすぐ失速したりとか急降下して墜落するっていう形になってきますから、うん、エンジンパワーっていうのは多少、まあ、DFDR の方を見てみると、うん、多少の違いはありますやっぱり。でもこれについてはですね、今の旅客機とは違いますので、当時では4つのエンジンをうまく調整するっていうのは、だいたい操縦桿を握ってるパイロットがオートパイロット外してますから、操縦桿を握ってて、まあ、佐々木操縦士の方から例えば右の第3、第4エンジンをどれくらい出力上げてくれとか、左側をちょっと絞ってくれとかっていう指示をやっぱり出してやらないと、感覚的に例えば航空機関士の方がそのだいたいでスロットルレバーを持ってだいたいで動かしていく状況っていうのは、うん、まず持って無理、それは無理だろうと、ね、この発言を覚えていてください。後で重要なことにつながってきます。もしそのバラバラの動きを分担していたならばですね、はいはい、その掛け声がボイスレコーダーに入っていないとおかしいわけですね、うん、そうなんですね、はい、例えばちょっと右ちょっと左とか、うん、そうそうそういうことです。そういった数値絞れ、はい、あそこ上げろっていう、はいはい、何パーセント上げろとか何パーセント下げろとかっていう指示とか、
そういったオペレーションの会話が中で合ってるはずなんですね。それがその公開されてるものについては一切入ってないと、はい、CVR にそれが入ってないですね、はい、だからもしその入ってて、まあ、削除されてるのか、うん、まあ、結局その指示をしてなくて、まあ、ある程度の感覚で、うん、まあ、一生懸命だったのか、それはちょっと定かではないですね。ただあまりにも差をつけるっていうことは無理だと思いますね。もう垂直尾翼が、ある程度きちっとした状態でない限りはですね。ということは、まあ本当に、まあ風任せの部分と、それに抵抗しながら微調整するというか、そのまあ機体の動きをですね、していく。エンジンだけでここまでやってこれるっていうのはちょっと不可能である。まず無理だと思いますね。エンジンのパワーだけでは、その上下、頭を上げたり下げたりっていう、ピッチを上げたり下げたりするっていうのは、上昇したり下降したりとかっていうのは、あとスピードの調整ですね。それはできると思いますね。ただこういう、コントロールっていうのはもう無理ですね。綺麗な旋回をするコントロールというのはほぼ無理だと思いますね。大体こうね、左を絞って右を上げてこう回ったなんていう説もありますけれども、そんな綺麗なことはできないんですね。なるほど。綺麗に旋回をするには必ずバンクを取らないと、綺麗な旋回はできないです。できないですね、はい。なるほど。で、ここで旋回してるのも、もうこれ、まあ、はっきり言って、急旋回というかもう、くるっと、滑ったような感じ、テールをスライドさせて滑ってきて、たまたま下まで高度が急に下がっていったというようなことだろうと思うんですね。なるほどですね。こう綺麗にそのエンジンパワーを左右つけて、綺麗に旋回をしたっていうことは多分ありえないんじゃないかなと思いますね。それはちょっとできないと思いますね。はい。で、さっきの続きに戻りますけれども、まあ、山岳地帯に行って、最終的には、群馬の方で墜落になるんですけれども、はい、まあ、そこまではなんとか頑張って飛行していて、まあ、そこで墜落しちゃうわけですけれども、はい、その時の墜落原因ってなるとどういったものが考えられますか？もう墜落原因っていうのは、ここで、この、御巣鷹の尾根のところに行くまでに、3回ほど左右に山を抜けてってます。その山を抜けてってる過程で、やっぱりエンジンパワーとか、そのフラップの出し下ろしを頻繁にある程度やってますので、あと気流の関係もあって、ほとんどコントロールが、やっぱりもう限界に来たと。で、自然とその限界に来て、一生懸命機長や操縦士の佐々木副操縦士たちはやってるんですが、やっぱりそのもう高度が低いと、とにかく低い。低い位置からやっぱりこう上げたり下げたり、右へ左へとなんとかこうフラップを左右差をつけながら抜けていくわけですけど、やっぱりそういうことを頻繁にやってると機体も非常にコントロール性を失っていきますので、そのコントロールできなくなって、やっぱり最後はもう、バランスを崩す。そうですね。最後70度傾いてますからね。右側に70度傾いて、速度ももう真っ逆さまの状態で行ってます。時速にしたら650キロ以上のスピードで落ちてってますから、そこはもう完璧にコントロールができなかったと思いますね。それが現実だと思いますね。CVR のことを話していってもらえましょうかね、はいはい。最初のタイとおっしゃってますのあたりぐらいのところですね。はい、この飛行機の後ろの垂直尾翼が3分の1ぐらいしか残ってないっていうのは、致命的な損傷があって、なんと切り抜けてきた、32分間も切り抜けてきたっていうのは、もう称賛に値すべき技量だと思いますね。で、そこの中でどのような操作をしたのかっていうのは、CVR の中には、公開されたものの中には、ないんですね、うん。なるほど。このオペレーションが、どのように、そのライトターンとか、レフトターンとかっていう声は聞こえます。ただ、レフトターンするにも、レフトターン、ライトターンするにも、何をどうしたかっていう指示が、それから、それを操作した人が分からないんです。読めないんですね。CVR 読んでも、はい。
そういうことがちょっと不可解だなということはわかりますね。あまりにも操縦した形跡がない。抜けちゃってるということですね。そうですね。抜けてる。緊急事態にも関わらずです、ね。何をどう操作したか、うん、そして、どういうコンタクトを取ってるかですね。取ってるかっていうのがわからないんですね。うん、詳細が。詳細が。河原さん、元言われてましたよね。そのチェックリストマニュアル。あ、そうですね。はい。緊急事態が起こった時に、はいはいはい、機長と、副操縦士が、声を掛け合って、異常点検をするわけですね。そうですね。この部分はどうだ、どこが異常なのかっていうのをですね、真っ先にやりますよね。一つ一つその確認していく作業をしなければならないのに、はい、マニュアルがあるのに、それが読み上げられた形跡がない、確認を取られた形跡がないこと時点で、うん、まずおかしいというふうに言われてましたね。うん、これはですね、もう操縦自体が急に操作性が悪くなった時に、うん、じゃなくて、うん、まあ、バーンという音がした時、うん、その時に何があったのかっていうのを、コックピットクルーや、まあ、客室のキャビンのスチュワーデスさんに確認を取る。うんうんうん、こういうふうなものが CVR の中には何も入ってない。ね、1点だけ入ってたのは、うん、スチュワーデスさんの最初に声が、うん、何なんたい、何なんしたい、うん。その辺をちょっとじゃあお話していきますね。はいはい、CA さんの、CVR の音声記録が始まっているところですね。はい。タイとおっしゃっている方がいらっしゃるのですが、と言ってる部分。はい。ありますね。これ、よく説には、コックピット見学を希望しているお客さんがいらっしゃるとか、はいはいはい、まあ、トイレに行きたいと言ってるお客さんがいらっしゃるとか、はい、あとは、スイッチを押しているとかっていう、うん、いらっしゃるとかっていう人が、説が何個ありますけれども、うん、CA さんが衝撃音をする前に、うん、コックピット内に更新をしてますね。うん、タイとおっしゃっている方がいらっしゃるんですが、うん、これに関して、これに関しては、やっぱり当初私はもう一番最初にこれおかしいんじゃないかということは話をしてます。うんうんうん、で、なぜ気になったかっていうと、うん、その、チュアデスさんが、うん、そういう言葉をインターホンを使ってコックピットに知らせたと言った、もう何秒後、8秒後ぐらいに爆発音がしてるわけですね。はい、爆発音かなんかわかりませんけど、衝撃音がしてるんです。ドボンって言いましたね。はい。で、それコックピットまで響いてるわけで、うん、ちゃんとボイスレコーダーの中にも、それは拾われてるんですね。うん、だからその時点で結局その乗客の人たちがシートベルトをつけてたのか、うん、それともつけてなかったのかっていうのが一つの疑問点ですね。うんうん、もしシートベルトがつけてなく、うん、ない状態であれば、うん、トイレにわざわざ効かないと思うんですね。はい、だからそれはもう安定した行動的に、まあまあ上昇の、まあ、水平行に移るちょっと前ぐらいですから、まあ、シートベルトもうほぼもうシートベルトを解放しててもおかしくない、うんうん、安定した状況だったと思うんですね。でそこでわざわざコックピットにインターホン入れるということは、うんうん、シートベルトをしてたら、うん、効かないんじゃないかと、トイレの場合は。だから、どちらかというと、うん、コックピットの見学を、もし出られた、うん、まあ、子供さんか、うん、まあ、大人の方でもいらっしゃる方、可能性はありますね、うん。で、それに対して、手早くねとか、気をつけてねっていう、うん、そうですね。そうですね。答えをしますね。はいはいはい。これ、まあ、合うんですか、ついつまは。その、コックピット見学に対して、うん。それも一つの疑問なんですよね、最初に。気をつけて手早く。気をつけて手早くって普通言うかなと。思いますね。ちなみにこの時、副操縦士、佐々木副操縦士は、まあ、昇進試験というか、機長になるための昇格試験ですね。昇格試験を実施中だったので、はいはいはい、まあ本来なら、まあコックピットに来てもらうなんていう余裕は実際なかった。まあなかったと思いますね。しかし、まあ CA さんが、お客さんが希望してるから、いいですかと聞かれて、うん、まあじゃあ気をつけて、手早く済ましてほしいって言った可能性はある。うんうんうん、それはあり、はい、もう、防水コーダーの中に入ってますので。だとしたらですね、うん、移動中の乗客、うん、コックピットへ向かうための乗客や子供たちの声っていうのが、うん、衝撃音の後に、防水コーダーに入ってないといけない、うん。入ってないとおかしいんですね、その後に。うん、例えばその、
コックピットにもし見学なりに入ってこられたんであれば、うん、その方の、うん、まあ衝撃音がした後に悲鳴であるとか、うんうん、まあびっくりした声であるとかっていうのが、うん、マイクの中に入ってこないとおかしいと思いますね。そういったものはもう全く入ってないですね。全く入ってないですね。うん、でその一つの、たった最初の一つだけでももうおかしいなという、おかしいですね、まあそれ、まあ変な言い方をすると、うん、そこ削除を、うん、することを損ねたんじゃないか。全体を見て結局どういう掃除をやってるのかっていうのもさえわからないわけですから、うんうん、憶測でしかものを言えない、うんうんうん、パイロットからしても細かい操作をどうしたのかっていうのはわからないんですね、うんうんうん、ボイスレコーダー公開されてる分では、うんうん、で中にはやっぱりそのやり取りを、うん、時間を入れ替えたりとかって多分やってる、そうしないとおかしいなと思う点がやっぱりあるわけですね、うん、これは田中さんも言ってらっしゃったと思うんですが、うん、黒田さんも言ってましたね、時間が、そうですね、それはかなりあるなと、うん、そうしないとそういうふうにはならないんじゃないかなっていう、うんうん、だからそれはわかります。時系列もおかしいし、入っていなければならない、音声が消されているのではないかということですね、うん、そうですね、それと時系列を変えてると、時系列を変えてるということですね、これは、まあ、リーク、流出したボイスレコーダーって言われてますけれども、もともとよく言うこの民間の法律で CVR は、コックピットボイスレコーダーは公開できないって言われてますけれども、うんうんうん、できないものを誰がどのように流出させたのかっていうところにも注目が集まるんですけれども、そうですね。まあ、これがもし関係者が意図的に流出したのであれば、うんうん、その可能性も、うん、かなり高いと思いますね。で、それは疑念に駆られてというか、その、両親のにね、苛まれて出したって言われてますけれども。いや、そうじゃないと思います。そうじゃないんですよね。私は、やっぱりその、そういったものを出してくれよと、うん、やっぱり、乗員組合やいろんなところから、やっぱり申し出あってるはずですから、うんうん、なんかその、本当に出すんだったら、やっぱりこう、わからないように、どういう操縦をしたか、何があったのかっていうのが、憶測でしか、千差万別、このパイロットが、例えば100人いたら、100人千差万別違う意見を言うように、あやふやなことを CVR で作ったものを公開してると。これが現実だろう。本当のことだろうと思いますね。まあ、航空関係者もいますし、世論も含めて、何か答えというか、返信を出さないといけない、うんうん、納得いくものを出さないといけないが、うんうん、全部公開するととんでもないことになっちゃうから、うん、そうですね、はい、納得させるために、この部分とこの部分を削ったものを、うん、とりあえず流出させたという形にしようと、言った可能性が高い、ね。で、わざと出したと。うん、納得させるべく。そうですね。うん、それは。なるほど。これは2000年ぐらいですね。かなり高いと思いますね。高いですよね。公開されてるというか、その、まあ、YouTube で公開されてるものについては、うん、どんなパイロットが見ても千差万別、それぞれの意見を言うと思うんですね。うん、で、実際は CVR の中に、本当の CVR の記録の中には、うん、どういう操作を誰が指示して、どういう操作をしたかっていうのが、ある程度分かるようなものが、本物があるというのが現実だと思います。ただそれは、外には絶対に伏せてると。なるほどですね。あと、まあその後で、ここがちょっとまあ大きな、問題になるんですけれども、では、そもそも何が垂直尾翼を破壊した原因なのかっていうところになりますね。これまでずっと言ってきたように、圧力隔壁の損壊が原因ではないと。川原元機長も、田中氏も、黒田氏も、圧力隔壁ではないっていうのが、皆さんそれぞれ一致した見解なんですけれども。では、じゃあ何が、垂直尾翼を破壊した原因なのかっていうところで、
から元機長はご自分がフライトをされてある時に、はい、可能性が高いなって思うものを心当たりがいくつかあると言われてましたね。まあ隕石が当たった、氷が当たった、どれくらいの大きさ、大きさによると思うんですね、うん、相当のスピードでやっぱり落ちてくるわけですか。から元機長ももともとそのミサイル説って、河原さんはですね、現役で運行中に、はい、まあ、上空を飛び交う、目撃していたというふうに言われてましたけど。そうですね。まあ、今でもですね、今現在でも外国へのフライトの時にはかなりそういうことに遭遇するわけですね。日航機に放射性物質。はい。アイソトープを搭載してたのは、事実だと